天皇杯群馬戦、勝利の後渡辺選手来てもらいました。お疲れ様でした。お疲れ様です。120分疲れたでしょう。はい、だいぶ今日走り回ってたと思うんですけど、まあ、最初失点してその後渡辺選手の PK でっていうところだったんですけど、 PK のシーンっていうのを振り返ってもらっていいですか。まあ、PK は前日の練習でも PK の練習していたし、まあ、PK に関して自信があるので冷静に決めました。その後、まあ、後半、特に後半以降はさらにパワーもギアも上がったような感じでしたけど、2点目が、まあ、なかなか取れなかったっていうのはありますけど、その辺はどうですか。まあ、個人で言ったらやっぱりあのクロスのヘディングっていうところ、ああいうのをやっぱり決めないといけないと思うし、まあ、あれが全てなのかなと思います。まあ、あの天皇杯あのトーナメントなんで勝つことがもう大事だと思うんですけど、まあ、ベスト8ということで次の試合がまあ10月ちょっと先になりますけど、その、まあ、準々決勝に向けて、まあ、一言もらっていいですか。まあ、本当結果っていうのが、ね、トーナメントが大事だし、勝ち進むことに意味があるので、あの今日勝ったことは良かったし、まあ、リーグ戦まずしっかりリーグ戦に向けてあのやっていって、その中でまた天皇杯またしっかり勝てるように頑張ります。まずはリーグ戦ですね。じゃあリーグ戦ホーム2試合期待してます。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。小林選手に来ていただきました。延長の戦いで途中から出場でしたが、お疲れ様でした。ありがとうございます。決勝ゴール、どんなゴールだったでしょうか。まあ、ヒールでゴールしました。最初誰が決めたか分からなかったんですけど、こっちでは入った感じしました。ヒールして、はい、素晴らしいゴールでした。ありがとうございます。小林選手のゴールでこれでベスト8進出ということで、まあ、次の天皇杯まだ10月という先なんですけど、まず天皇杯次の戦いに向けて一言もらえますか。で、まあ、ここまで来たら上目指して頑張りたいと思います。あと次ホームでリーグ戦連戦がありますけど、まあ、大事なホーム、そしてリーグ戦、そちらに向けてあの意気込みをお願いします。まあ、連敗続いてたんですけど今日で、まあ、止まったんで、この勢いを持ってリーグ戦に挑めればいいなと思います。期待します。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。